この前の、はい、これが命なんですよ、ほんま。このブラジルバッグ、今日は業者に作って、これが今結構営業の軸なんで、はい、後でなんか舞台に置いてもらっていいですか。はい、呼び込み行きました、そこは。はい、すいません、皆さんお知らせです。はい、今からですね、12時半から、1時半まで上で、軽いね、水野さんのながら運動というのをやりますんで、よかったら参加してください。この真上です、お願いします。大先生が来たんだ。はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。サバンネギです。はい、まずですね、ながら運動ということで、わざわざスポーツジムに行かなくても、もう手軽にね、隙間時間でできるっていうのが、もう水野さんがね、推奨されているながら運動ということで、太もも鍛えるのが一番基礎代謝があるんで、スクワットしましょう。せーの、えいし、はい、2、1、2、3、はい、4、4、6、6、おなぎ、おさえ、はい、これあげよう。大丈夫、聞こえますか、あげんね。はい、ありがとう。はい、じゃあグー、じゃんけんグー、おしい。はい、で、こんなに終わりました。いや、もうこのブラジルバッグのパワー見ました。ブラジルバッグのパワー、あ、いや、見ました見ました。もうちょっとオレンジこう隠しといてもらったら、ちょっとね、こう見切れてたんですよね。オレンジの出し方はちょっとね、失敗っすな、こわ。あ、お疲れ様でした。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 すいません、失礼します。そうなんですよ、最近ね、もう今年買ったんですよ、ここなんですよ。あ、これがご自宅ですか。そうなんですよ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まあ、新築なんで、32年の。何歳になる？80ですね。おーい。おーい。はい、息子春馬です。4年生。こんにちはって。たまる、あいちゃん。あいちゃん。まあ、小学1年生です。あー。嫁です。ヤギマリです。これ僕の部屋ですね。間取りは 4L なんですよ。1階がこう僕の部屋です。もうシンプルですね。だからさっき言ったブラジルバッグ、ここにもベッドの下にベッドの下にブラジルバッグはもう山積み。めっちゃ1000個単位で作ってるんで、ロット数が大きくないと高いんですよね。こちらの症状は、これは僕のファイナンシャルプランナー、まあ現時点で2級ってやつなんですね。2級、うん、なんでこれまだ取ろうと思ったんですか。やっぱ不安。不安でしょうね。いや、だってこんな仕事長くできないでしょ、多分。だからまあ、ね、子供たち寝る真ん中。リカちゃん人形が。わあ、おめえ。わあ、女の子。わあ、なにこれ。めちゃくちゃ女の子でしょ。すごい。ドレスとか、もうリカちゃんとか。はい、あ、来たよカメラ。ここはリビングです。あ、広い。これね、極小住宅って言うんですよね。14坪で112平米あるんですよ。で、4L なんですよ。まあ、ファイナンシャルプランナーの一面を見せますと、はいはい、僕、まあ、東京でも、目黒に部屋を借りてます、はい、そのご近所でこれを1戸建て買うといくらでしょう。7、8000万。1億2800万です。東京ならば。大阪なら4分の1。だから容易に東京進出するのは危ないです。危ないですよ。東京のギャラが大阪のギャラ4倍ありますかって話なんですよ。僕の経験上ほぼ一緒です。僕が出てる番組は。それならばこっちでという理論で僕は大阪に家族を置いてるってことなんですね、はい、はい。こっからもう料理っていうかね、はい、アレンジでね、アレンジ、アレンジ料理ですね。
コマバーガーですね、はい、ちょっとね僕アレンジして夜なんであっさり食べたいかなみたいな。剥がして、剥がすのが大事なんですよ。パンはどうするんですか、使ってない。パンはまあまあなんか使いますね、朝食にしたりとか。はい、はい、お、はい、で、はい、こうするんですね。大根おろし、大根おろしなんでポン酢で、ポンマヨ、まあこれ完成です。ポン酢だいぶし梅雨だくですけど、いやこれ味的には多分合うと思いますよ。こうで、トマトはねこう合うというか、健康のためにご飯というか、はい、ここで食べるんですよこれ料理だな。あ、そういう、それ用語やったんですか。うん、じゃあ、いただきます。いただきます。どう？おいしい。おいしい。ああ、よかった。あのね、確実に美味しいわ。一回食べてみよう結局、パティが牛肉なんで高級焼肉みたいな味がするんですよ。もうだから絶対うまいんですよ。奥さん的にはこういうご飯どう思ってるんですか。調味料をドバってかけたりとかしちゃうんで、健康面もちょっと心配。いや、健康面取れてるでしょ。あ、これです。あ、お薬があったね、そこで。今のがあるから健康面取れてんねん。そうでした。あの、奥さん的にはその芸人サバンナ焼きをどう思ってるんですか。頑張りと結果だったらちょっとなんかこう噛み合ってないところがあるのかなっていうもどかしさがあります。なるほど。すごい頑張ってるんですけど、はい、今後のなんか目標とかってあるんですか。営業をもっと強化したいですね。さらに、さらに。だから全国のカルチャーセンターに回るっていうのは今の一番身近な目標はそこです。いや、ほんまはコンビで動きたいんですよほんまはね、ほんまは一番ありがたいのは相方が営業行ってくれて一緒にテレビ出るのが一番の目標なんですよ、ほんまはね。そこの選択肢僕の中でも切ってしまってるからヤギ系は今日も楽しいだけ。あ、見た？チャンネル登録お願いします。